サンドの飯よりスニーカー好き、どうもバスケットマンです。そんなあなたにはイニャーフェイス第ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということでですね、今日の T シャツははいということで、まあね、プレーオフが始まってるということで、プレーオフのまあね、カンファレンスファイナルね、シアトルスーパーソニックスのショーン・ケンブとカール・マローンですね、ユータジャズのカール・マローンということで、カリカチュアスタイルですね、めちゃくちゃいいですよね、これセーラムですね。はい、いやこれね、結構ね、このシリーズね、選手と選手の T シャツとか結構あって、もう全部欲しいなと思ってるんですけど、まあ、もう一個持ってるのは、デニス・ロードマンとホーレス・グラントかな。それも確かカンファレンスファイナルじゃなかった。あ、NBA ファイナルだったかな。違う、NBA ファイナルね、カンファレンスファイナルですね。と、あ、カンファレンスファイナルじゃない、NBA プレーオフですね、多分。であって、これめちゃくちゃいいっすよね。まあ、似てるしな。ということでね、行ってみたいと思います。はい、とうとう NBA プレーオフが始まりましたね。ということで今日はですね、まずプレーオフ予想の方から行ってみたいと思います。行ってみましょう。レッツティップオフということで、まず西なんですよ。ウェスタンカンファレンスということで、まあ1位ロサンゼルスレイカーズと8位のポートランドトレイルブレイザーズがぶち当たりますが、そうですね。まあレイカーズ、どうなんだろう、ちょこちょこ変な負け方しますけども、まあブレイザーズには勝てるんじゃないかなと思ってますね。まあカメロもね、あのプレーオフの経験僕の中でそんないあの多いとは思ってないんで、でプレーオフにもそんな強いとも思わないし、でリラードですよね。リラードはやっぱりちょっと強心臓を持ってる、ちょっと最近すごいじゃないですか。まあマッカラムリラードのコンビ、まあ抑えれると思うんですよ。まあ多少やられると思いますけども、まあね、アンソニー・デイビスと、まあ、レブロンがいてね、まあ、クズマいてね、まあロンドンはちょっと出れないですけども、まあ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 順当にいってですね、ここは僕の予想ですけども、まあ、2回ぐらい負けるかな。 4-2 でレイカーズということでですね、まあ順当に勝ち進むでありましょう。そしてですね、次、4位通過のヒューストンロケッツと5位の、サンダーですね、オクラホマサンダーということで、さすがにもうね、サンダーがまずね5位に来るなんて誰も思わなかったと思うんですよ。僕も思わなかったですね。もう終わったなと思って、ウエストブルック抜けてもうダメなんだろうなと思ったら、そうでもないです。すごいです。やっぱクリス・ポールってやっぱすごいですね。うまくやっぱね、選手を使うのがうまいんでしょうね。まあとはいえまあロケッツがポール、まあ、1人にやられるとは思わないので、まあ、ギャリナリとかかな。あとは、まあ、ギャリナリもね、まあ、もちょっといまいち引っ掛けなかったね。もしかしたら昔はオールスターに選ばれるかなぐらいに思ってたんですけども、まあちょっとね、波はないんですけども、ちょっと足んないですよね。平均まあ20点ちょい取ってくれたらね、オールスターもあったかもしれないんですけど、まあここはね、僕の予想ですけど 4-0 でロケッツということで、まあハーデン、西ブルさんがね、変なことしなければね、一人でねガン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 行ってね、ターンオーバーしまくってねってことをしなければ、まあ順当にいけばロケッツでしょう。まあロケッツ揃ってますからね、一応。まあただまあカンファレンスファイナルには僕は行かないかなってちょっと思ってます。そしてデンバーとユタということで、このデンバーとユタは僕の予想 4-0 でユタということで、まあユタも、あ、ユタ 4-0 でデンバーですね、ごめんなさい、 4-0 で僕はデンバーだと思いますね。あ、そうですね。まあユタは言ったらドノバン・ミッチェルが、まあ、一人で点取るぐらいしかちょっと今見出せてないんじゃないかなと思うんですよ。まあデンバーは結構ねチームとして完成されてますからね。でセンター強いですし、まあマレ、ジャマール・マレ、そうそうそうとかいるんで、まあね、その個人で打開できる力はないかもしれないですけども、チームとしては結構あのできてるチームだと思うんで、まあ、デンバーが 4-0 でデンバーですね。はい、僕の予想ですけど。そして、クリッパーズ・ダラスということで、クリッパーズ・ダラスはちょっとね難しいかな。クリッパーズ変な負け方ちょっとたまにするじゃないですか。まあ言ってもレナードとポール・ジョージはさ、僕の中であんまり、プレーオフに強いイメージが僕の中ではちょっとないです。皆さんどう思うか分かんないですけど、僕はちょっとポール・ジョージはプレーオフではまあそんなにレギュラーシーズンほど活躍してるイメージがないんですよ。でだとしてもまあクリッパーズだとは思うんですが、まあ、1回ぐらい負けちゃうかな。ポール・ジンギスとかいるしね。まあクリッパーズのセンター誰だ、ちょっと待って出てこないけども、あ、デアンドジョー、違う、それブルックリン・ネッツですね。そうだから、うん、まあ 4-1 でクリッパーズかなって感じがします。皆さんどう思いますか、プレーオフ。まあ順当にいったら多分ね、カンファレンスファイナルは LA 対決なんじゃないかなと思うんですよ。クリッパーズ・レイカーズ・クリッパーズみたいな感じでね。で、まあちょっとね、次の動画ではさ、東の予想もしたいと思うんですけども、まあちょっと楽しくなってきましたよね。ちょっとね、プレイオフを楽しみながらね、まあちょっとね、過ごしたいと思うんですけども、今日はですね、
や、もう昔の方が僕スニーカー持ってたんですよ。で今ないんですよ。まあ、なぜないかというと、まあ、売っちゃったり上げちゃったりしてたわけなんですよ。昔は、まあ、リーボックとかアディダスとかも手出してたんですけども、まあ、ね、大変なことになっちゃうんで、全部手放しちゃったんですけども、ただ、その中でも、あの時手放さなければよかったなっていうね、ジョーダンがあるわけなんですよ。今日はそれを紹介してみたいな。題して、あの時なんで手放してしまったんだろう、ジョーダンランキングということで、第3位の発表です。第3位なんですけども、いやー、本当に今考えたらね、もったいないことしたなということで紹介したいと思います。第3位はですね、ジョーダンですね。エアジョーダン。9、ないんです。25アニバーサリーということなんですけども、ジョーダンがね、25周年の時に、なんかね、真っ白なやつをね、出してるんですよ。それが、3と4と9かなあるんですけども、それを出してて、その中で僕は9を持ってたんですけども、そう、9持ってたんです、昔は。なんですけども、ちょっとね、小指が痛いとかって、まあ、勝手にな、そういう理由でね、手放しちゃったんですけども、今考えたら、いや、もったいないことしたなぁ。あれ、結構真っ白でかっこいいんですよ、そういえば。本当に。で、今、なんかね、ちょっと高くなってるっぽいです。9でも高くなるんだなって思いましたね。なんかストック X とか見たら、なんかサイズによってですけど、まあ3万後半ぐらいしてたりとかするんで、やっぱり、もったいないことしたなってちょっと自分は思いましたね。はい。はい、ということで、第2位の発表です。第2位何だと思いますか？第2位はですね、こちらもジョーダン9なんですけども、そう、ジョーダン9昔は意外と買ってたんですね、僕ね。ほんともったいないことしたな。はい。第2位はですね、エアジョーダン9のジョニー・キルロイということで、ジョニー・キルロイなんです。皆さんご存知ですか？ジョニー・キルロイ。まあ、スニーカーで言うと、ジョーダン9、黒、銀、赤かな。そしてね、かかとに4番って入ってるんですよ。これね、結構かっこよくて。で、タン裏にもね、ジョニー・キルロイって入ってるんですけども、じゃあ、ジョニー・キルロイって何なのか。まあ、人の名前なんですけども、ジョニー・キルロイ誰なのかっていう話なんですけども、架空の選手なんですけども、ジョニー・キルロイっていうのは。で、まあ、言ったら、1993年か1994年にナイキの CM から出てきた、まあ、架空の選手、ジョニー・キルロイなんですけども、で、それなぜ起きたかというと、1993年はね、NBA ファイナルでフェニックスサンズをね、倒して、まあ、3連覇して、ジョーダン引退しちゃうじゃないですか。でね、みんなジョーダンロスになるわけですよ。そこでナイキがCM として打ち立てたのがジョニー・キルロイ。架空の選手を、まあ、CM としてジョーダンがいなくなったんだけど、まずこいつがいるぜみたいな感じでね、作ったんですよ。ジョニー・キルロイが演じてるんですけど、じゃあね、ジョーダン扮するジョニー・キルロイですね。で、ジョニー・キルロイとか一応ね、公式で79点とか取ってるっていうね、まあ、ものがあるんですけども、まあ、もちろん架空の選手だから公式ではないんですけど、まあ、CM の中では公式になってて。で、まあ、そのジョニー・キルロイモデルを僕は持ってまして、かっこいいんですよ、めちゃくちゃ。で、背番号が4番ということで、まあ、かかとに4番って入ってるんですけども、ただこのジョニー・キルロイっていう名前はなんですけども、これ結構ね、まあ、有名な話だと思うんですけど、まあ、ジョーダンがプライベートでいろんなとこ遊びに行くじゃないですか。まあ、もちろん遊びに行ったらホテル泊まりますよね。で、ホテルで名前をね、マイケル・ジョーダンって入れちゃうとね、まあ、もうジョーダン来るんだって思うわけじゃないですか、ホテルの人たちが。まあ、周りもそうだと思いますし。で、ジョーダンが、まあね、プライベートでホテルを予約する名前がジョニー・キルロイと言われてますね。ジョニー・キルロイでホテルの予約を取ってたと言われてるんですね。そのジョニー・キルロイモデルも僕はなぜかわからないけど、手放してしまったということで、マジもったいないことした。まあ、ほんとね、やっちまったね。ね、ほんと持ってなきゃよかったな。でも、ジョニー・キルロイモデルとか、さっきの25周年のジョーダン9とか、今持ってたとしても、履けんのかっちゅうとこはちょっと若干、履けるか。まあ、履けるな。まだ大丈夫か。うん。まあそうなんですね。まだ多分大丈夫だろうな。持ってたらちょっと履きたかったなっていう一足ですね。本当に。本当にね、もったいないことしてる俺は。そして、第1位なんですけども、これの第1位は、多分今持ってても履けないんじゃないかなって思うんですよ、ちょっと。まあ、加水が近づいてるんじゃないかなと。まあ言ったら僕で持ってるオレオとか、バーシティレッドとか、だからその時に出てるような、確かね、年代的にはそんなスニーカーですね。第1位の発表です。第1位は、はい、何だと思います？もう俺、言っちゃいましょう。エアジョーダン6。デトロイトピストンズモデルということなんですよ。モデルっていうか、デトロイトピストンズカラーなんですけども、これ持ってたんですけども、まあ、つま先がエナメルになってて、ピストンズカラー、黒、青、赤かな、なってて、めちゃくちゃかっこよかったんですけど、俺、なぜか手放してるんですよ。で、この時、同時期に、ロサンゼルスレイカーズカラーのジョーダン6もあって、で、これもね、僕はレイカーズカラー買わなかったです。なぜかというと、レイカーズ色がちょっとね、あんまないなと思ったんで、ピストンズの方はめちゃくちゃピストンズっぽかったんで買ったんですけども、で、なぜレイカーズカラーとピストンズカラーのジョーダン6が存在してるのかって言いますと、まあ、簡単に言うと、ジョーダン6で、ジョーダンは初めて、まあ、NBA のチャンピオンを手にするんですけども、その時のカンファレンスセミファイナルがピストンズ。
そして NBA ファイナルの相手がレイカーズということで、まあジョーダンがね、この今までのね、勝てなかったピストンズね、バッドボーイズの話あったじゃないですか。めちゃくちゃやられてね、ジョーダンルールとか、それに打ち勝ったと。はい。そして初めてのチャンピオンリングを取ったと。世代交代だと。マジック・ジョンソンとのね。それをね、まあイメージで作られたのがジョーダン6、デトロイト・ピストンズとロサンゼス・レイカーズ。それを私は手放してしまった。うわ、もったいない、本当に。でもね、さっきも言ったように、今持ってても多分ね、かけないんじゃないかな。本当加水ちょっと危ないような状態です。もう10年ぐらい前なんで、まあということで、まあこういうことがあるから今は絶対売らないんですけども、まあ手放したりもしないんですけども、まあ皆さんもね、多分ね、お金に困ったりとかしたりとかして、まあね、手放したりとかして、わ、今考えたら手放せばよかったなってスニーカーあると思うんですよ。まあもしよかったらコメント欄で教えていただけたらな、ありがたいと思います。ということで今日はですね、あ、なんであの時手放してしまったんだろうの冗談ランキングをお伝えしました。今日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!